オープンソースライセンスはソフトウェアやそのソースコード、ブループリント、設計書の利用、修正、販復を認めるソフトウェアライセンスの総称である。講義のオープンソースソフトウェアに課せられるソフトウェアライセンスを指し、オープンソースのライセンス、フリーソフトウェアのライセンスを包括する。オープンソースライセンスはオープンソースソフトウェアの性質上、ソフトウェアや その二次著作物は元の作者でも制御しきれない形で反布されるためソフトウェアは有用であるとは思うが無保証であるのような正し書きを基本的な制約として含んでいるライセンスによっては作者名や著作権名を表示する制約やソースコードを改変して再反布する場合は同じライセンスで配布する制約が存在するオープンソースイニシアティブ フリーソフトウェア財団、フェドラ、デビアンは、オープンソースライセンスとして適切であるとされる、ライセンスを精査している。オープンソースライセンスの一例として、アパッチ -2.0、MIT-GPLv3、MIT CDDL-1.0 がある。オープンソースライセンスは、ライセンサーの定めた制約に従う範囲で、ライセンシーに、ソフトウェアとソースコードの自由な利用を認める。 多くのライセンスで作者がソフトウェア及びソースコードを無保証と宣言した制約を記し、それに加えて、ライセンスごとに異なる制約が記される。オープンソースライセンスは、オープンソースソフトウェアの性質上、ソフトウェアや、その二次著作物は、元の作者でも制御しきれない形で流通し、作者がその品質を保証することは難しいため、基本的な制約として、 有用であるとは思うが、無保証であると定めている。つまり、作者はソフトウェアが作者及び利用者の予期した動作を、する、しないの保証をしない。また、その動作の結果何らかの損害を利用者にもたらしたとしても、作者はその可視担保責任を保証しない。著作権表示条項は、適切な形でソースコードや付属文書に含まれる著作権表示を保持し、 つまり二次的著作物を作ったものが自分で例から作ったように偽らないことを定める。ソースコードを伴わないバイナリ形式だけでの配布を認めているライセンスではその際にも付属文書に著作権表示を記載するように定めているものもある。著作権表示はすべてのソースコード上に記載される作者名やソフトウェアのプロジェクトパッケージ内のコピーライトファイル、エンドユーザーが 閲覧可能なアプリケーション上の表示などがある。ソースコード上の著作権表示をエンドユーザーが確認することは難しく、アプリケーション上の著作権表示をエンドユーザーが確認することは耐えやすい。著作権表示でどの程度までの利用者が閲覧可能な表示をするかは個々のライセンスによる。同程度条件のライセンスであるアパッチ -2.0 と MIT では、 アパッチ -2.0 はエンドユーザーへの著作権表示条項を含み、MIT はエンドユーザーへの著作権表示条項を含まない。コピーレフト条項は、そのライセンスで公開されたソフトウェアを修正して二次、創作物として公開する場合に、同じライセンスもしくはそれと同等条件の利用許可を要求するライセンスで公開することを定める。あるソフトウェアが、 パブリックドメイン以下で公開されて、他のユーザーは自由に利用できていたものが、そのソフトウェアを企業や大学が改変した二次著作物を独自のライセンスのもとで公開して、他のユーザーが自由に利用できなくなることを抑制することができる。一方で、企業や大学としては改変にまつわる技術革新による利益を得ることができなくなるため、コピーレフトライセンスには否定的である。 コピーレフト条項は GNU ゼネラルパブリックライセンスが代表的である。GPL のソースコードを BSD ライセンスのソースコードと組み合わせて新しいソースコードを作った場合、GPL のコピーレフト条項によってこのソースコードを反復する際には GPL での利用を認めソフトウェアの元となる全てのソースコードの開示が必須となる。原作者特権条項は 原則的には利用者にその事項を許可もしくは禁止するが原作者が利用する場合にはその限りではない条項である。原作者特権は現在ソースコードを独占的に所有している企業がそれをオープンソース化するにあたって考慮する余地のあるものである。文字らのためのライセンスとして作成された MPL では二次著作物を反布する際にはソースコードを公開しなくてはならないが 元々のモジラの著作権を有していたネツケイップコミュニケーションズだけは特別であって、二次著作物のソースコードを公開しなくても良い権利を持っている。OSI 公認ライセンスのロゴオープンソースライセンスはオープンソースイニシアティブが承認したオープンソースのソフトウェアに課するソフトウェアライセンスの総称である。オープンソースイニシアティブはオープンソースの定義に基づいて ソフトウェアのソースコードの利用者の目的を問わず利用、修正、再販布を認めるライセンスをオープンソースライセンスとして承認している。オープンソースライセンスとして主要なソフトウェアライセンスの一覧も公開しており、ソフトウェアがオープンソースを関する場合は、この承認されたライセンスを課すことを推奨している。フリーソフトウェアライセンスの選択例。フリーソフトウェアライセンスは、 フリーソフトウェア財団が承認したフリーソフトウェアに課するソフトウェアライセンスの総称である。フリーソフトウェア財団はフリーソフトウェアの定義に基づいて利用者のソフトウェアを実行、複製、反復、学習、改善する自由を尊重するライセンスをフリーソフトウェアライセンスとして承認している。フリーソフトウェアに課すに適したライセンスの一覧を保守し、一覧には フリーソフトウェアライセンスに適合しているか、コピーレフト条項を含むか、GNU、GPL と互換性があるか、および特記事項を記載している。フェドラは同プロジェクトのソフトウェアに課せられるべきソフトウェアライセンスの一覧を管理している。フェドラの公式パッケージに含まれるソフトウェアは、この一覧にあるソフトウェアライセンスが課せられたものであり、これらのライセンスは、 フリーソフトウェア財団、オープンソースイニシアティブ及びレッドハットホーム担当が公認したものである。公認ライセンスはフェドラのメイリングリストで公に検証されており、過去に議論されたライセンスの適正判断や、新規日覧に追加を求めるライセンスの検証要望などを受け付けている。ただし、コンフィデンシャルな情報を送ることや、ソースコードについての法的な助言を求めるために、 利用してはならないし、メイリングリストの参加者が法律家や弁護士であることを仮定するべきではない。デビアンはデビアンフリーソフトウェアガイドラインに準拠したソフトウェアライセンスの一覧を管理している。デビアンの公式パッケージに含まれるソフトウェアは原則としてデビアンフリーソフトウェアガイドラインに準拠したソフトウェアライセンスが課せられたものであり、そのガイドラインは ソフトウェアの利用者によるソースコードの利用、修正、再販布が認められていることを求めている。デビアンフリーソフトウェアガイドラインに準拠したソフトウェアライセンスの課せられたソフトウェアはオープンソースソフトウェアの定義に符号するものであり、DFSG 準拠ライセンスはオープンソースソフトウェアに課すソフトウェアライセンスの一例として参考にできる。 パブリックドメインを表すロゴパブリックドメインにソフトウェアのソースコードを置くことはその成果物の制作者の著作権を放棄する手段の一つである。パブリックドメイン以下に公開されたソースコードはすべての権利が放棄されているとみなし利用者はそのソースコード及びソフトウェアの利用、修正、再販布が可能である。パブリックドメインと同等の条件でソフトウェアや ソースコードを反復するライセンスとして CC0、アンリソンス、WTFPL などが存在する。オープンソースライセンスにおけるパブリックドメインの著作権の放棄は著作権法の元に完全に認められたという実績は存在しておらず法的な判断が不明瞭である。オープンソースイニシアティブはパブリックドメインの著作権の権利放棄の不確定性から オープンソースと承認しない判断を出している。フリーソフトウェア財団は CC 例をパブリックドメインにソフトウェアのソースコードを置く手法として推奨し他のライセンスも承認している。パブリックドメインにソースコードが置かれている場合はソースコード及びソースコードから生成されるソフトウェアの利用、修正、再販布は可能であるがパブリックドメインにソフトウェアのみが置かれている場合は その限りではない。この場合、ソフトウェアの権利の放棄は想定されるが、そのソフトウェアのソースコードの権利の放棄は想定できず、ソースコードを利用、修正、再販布の可否は別途考えなければならない。また、日本の著作権法では著作物に対しては著作者、人格権が付随すると考えられており、その権利には保護機関がない。オープンソースライセンスは、 デュアルライセンスで用いられることがある。デュアルライセンスのオープンソースソフトウェアを利用する場合、利用者は課せられたオープンソースライセンスのいずれかを一つだけ選択して、選択したライセンスの課せられたオープンソースソフトウェアとして利用する。オープンソースソフトウェアにデュアルライセンスを課す、主な用途は2種類あり、一つはソフトウェアを用いたビジネスモデル、一つはライセンスの互換性である。 オープンソースライセンスには著作権表示条項の強弱が異なるライセンスがあり、一つのソフトウェアにそれらのライセンスを併用してビジネス上のメリットを享受するためにデュアルライセンスを利用する。著作権表示条項の強弱の異なるオープンソースライセンスをデュアルライセンスとして課したソフトウェアで利用者が著作権表示条項の強いライセンスを選択してソフトウェアを利用した場合、 利用者は著作権表示条項に基づきソフトウェアの名称やソフトウェアのソースコードの配布場所を二次、利用者に伝える義務を伴う。ソフトウェアの開発者にとっては利用者が善意の広告等となり、ソフトウェアの名称や配布場所を多数の人に知ってもらう機会を得ることができる。なお、利用者が著作権表示条項のないライセンスを選択して、 ソフトウェアを利用することもできるため、必ずしも利用者が広告等となり得るわけではない。例としては、著作権表示条項の強いアパッチライセンスと、著作権表示条項の弱い MIT ライセンスのデュアルライセンスがある。ソフトウェアライセンスには、ライセンスの互換性の有無があり、互換性のないライセンスが課せられたソフトウェアは、併用することができない。 そのようなライセンスの互換性の課題を回避するために、デュアルライセンスを利用する。ソースコードの利用時に、同一のソフトウェアライセンスを課すことを要求する、条項があるライセンスが課せられたソフトウェアと併用する場合、その条項に基づき自身の開発したライセンスは、同一のソフトウェアライセンスを課さなければならない。しかしながら、そのような条項がないライセンスが課せられたソフトウェアと、 併用する場合、自身の開発したソフトウェアライセンスは他のものを採用することができる。利用者がどのようなライセンスが課されたソフトウェアと併用するか、利用者が二次開発するソフトウェアにどのようなライセンスを課すかなどのソフトウェアライセンス採用選択の幅を広げる。例としては、コピーレフト条項のある GPL とコピーレフト条項のない MIT のデュアルライセンスがある。 オープンソースライセンスのライセンスの互換性、矢印が一方的な互換性を表す、オープンソースソフトウェア開発において、自身のソフトウェアが課するライセンスの選定、及びソフトウェアが利用するソースコードのライセンスの検証は重要である。自身のソフトウェアが課すライセンスはそのソフトウェアのソースコードに課すライセンスであるが、オープンソースソフトウェアのためのライセンスは多数。 存在しており、ソフトウェア開発の手段や目的、ソースコードの利用者に課すべき制約に合わせて、適切なライセンスを選択しなければならない。ソフトウェアのソースコードの利用、修正、再販布を認めるオープンソースソフトウェアとしての定義の遵守のほか、広告条項の付与、コピーレフト条項の付与、著作権の放棄などを考慮すべきである。 ソフトウェア利用者のライセンスの解釈を検証する、労力を減らすため、オープンソースソフトウェアには独自のライセンスを作成、適用するのではなく、既存のライセンスから選択することが望ましい。ソフトウェアが利用するソースコードのライセンスは、モジュールとして利用するソフトウェアの確保ライセンスについて検証しなければならない。アパッチライセンスのように広告条項が含まれている場合は、 広告条項に基づいてソースコードリポジトリのコピーライト、ライセンスファイルに利用しているソフトウェアの名前を連ねる必要があったりソフトウェアの利用者が必ず閲覧できる箇所にソフトウェアの名前を表示させなければならない GNU、GPL GN のようにコピーレフト条項が含まれている場合はコピーレフト条項に基づいて自身のライセンスを決定し自身のソフトウェアで使っている 他のソフトウェアとのライセンスの互換性を検証しなければならない。ライセンスの互換性は特に注意すべきで、ソフトウェアが利用するソースコードにライセンスの互換性がない場合、そのソースコード及びソフトウェアを利用することはできない。例えば GNU、GPL GN でソースコードの公開が必須となるオープンソースソフトウェアと商用契約でソースコードの開示を禁じられた プロプライエタリーソフトウェアを併用しようとした場合、GNU、GPL を遵守すると、商用契約に違反し、商用契約を遵守すると GN、GNU、GPL に違反することになる。2000年代前半、オープンソースソフトウェアのライセンスは、多数の独自ライセンスが策定され、よく似た条文で一部分だけ異なるといううぞうむぞうの、ライセンスが、いたずらに作られていったことを問題視し、 その事象は、ライセンスの反乱と呼ばれ批判の対象となった。ライセンスの反乱は、ライセンス制作者の虚栄心を満たすだけの無害なものではなく、オープンソースソフトウェアに課せられたライセンスの内容を精査しなければならない利用者を疲弊させる有害なものであった。オープンソースイニシアティブは2006年にこの問題を解決するためライセンス反乱問題プロジェクトを立ち上げ、 ライセンスレビューを通して承認ライセンスを選定することでライセンスの反乱を抑えた歴史がある。ライセンスの反乱を再発させないためオープンソースソフトウェアのライセンスは既存のオープンソースライセンスを採用することが推奨される。ライセンスの作成者は新規ライセンスの必要性について慎重な検討を経て策定に至りライセンスを承認する団体は新規のライセンスが 既存のライセンスと本質的な差異がない場合は承認しない判断を下している。CC by SA とパブリックドメインを合わせたときに SA 属性により CC by SA が強制されるライセンス感染の例ライセンスの継承条文を伴うオープンソースライセンスが課せられたソフトウェアはその継承条文に基づきソフトウェアのソースコードを利用。 修正したソフトウェアのソフトウェアライセンスを同等条件のものとするよう縛る。このライセンスの縛りはソースコードの二次利用、三次利用と伝播し、ライセンスがウイルスのように感染していくことからウイルス性ライセンスと呼ばれる。ウイルス性ライセンスは二次利用ソースコードのライセンスを同一のものに強制することでライセンスの反乱を防ぐ効力がある。一方で、 二次利用ソースコード及びそのソフトウェアのライセンスを選択する権利を失い、課せられるライセンスの内容によっては、広範囲のソースコードを開示の強制や、非営利以外の利用が禁止されるなどの利用上の制約を伴う恐れがある。ライセンス感染するライセンスの例としては GPL や CC by SA がある。ライセンス感染の影響は元となった。 ソフトウェアライセンスの内容によるが GNU、GPL GN のコピーレフト条項のようにソースコードの公開を義務とするものや CC by SA の SA 条項用に同等条件のライセンスを強制するだけのものがある。パブリックドメインであることを表す万国著作権条約3条に基づくマークパブリックドメインにソフトウェアのソースコードを置くことは その成果物の制作者の著作権を放棄する手段の一つである。パブリックドメイン以下に公開されたソースコードはすべての権利が放棄されているとみなし、利用者はそのソースコード及びソフトウェアの利用、修正、再販布が可能である。パブリックドメインと同等の手段として、ソフトウェアのソースコードに課すツール、ライセンスとしての CC 例、WTFPL などが存在する。 パブリックドメインにソースコードが置かれている場合は、ソースコード及びソースコードから生成されるソフトウェアの利用、修正、再販布は可能であるが、パブリックドメインにソフトウェアのみが置かれている場合は、その限りではない。この場合、ソフトウェアの著作権の放棄は想定されるが、そのソフトウェアのソースコードの著作権の放棄は、想定できず、ソースコードを利用、修正、 再反プする権利は別途考えなければならない。パブリックドメインによる著作権の放棄は著作権法のもとに完全に認められたという実績は存在しておらず法的な判断が不明瞭である。ソースコード作成者が著作権を放棄する意図でパブリックドメイン以下で公開していたソースコードに対してソースコード作成者が考えを変えて著作権の保持を主張して ソースコードの二次利用者を訴えた場合に、サブマリン特許のように見解を翻して、権利を行使することの是非という道徳的な観点は、別として、著作権の放棄の有効性について著作権法の元に、どのような判断がなされるのか、明確になっていない。つまり、パブリックドメインは、ソースコード作成者の当初の意図に反して著作権の放棄はできておらず、著作権の保持を根拠にした。 ソースコードの二次利用者に対する訴えは有効であるとされる可能性がある。そのような不確定性のため、オープンソースイニシアティブはパブリックドメインに相当する CC 例を有効なオープンソースライセンスとして承認していない。一方でフリーソフトウェア財団は CC 例を有効なフリーソフトウェアライセンスとして承認している。 パブリックドメイン及びそれに類するライセンスの著作権の放棄の有効性の疑義は著作権の放棄を条文に加えている一部のライセンスのみの課題であり著作権の放棄について研究していないラインセンスでは著作権は放棄されていないものとしてみなして疑義の課題とはならないオープンソースライセンスはライセンサーとライセンシーの間の契約だけではなく著作権法及び 関連法案等にの下に法的拘束力を持ち、ライセンスを違反することは著作権法を違反することと同義である。2003年3月7日、ユニックス及びリナックスのソフトウェアを開発していた SCO グループは、同社が権利を持つユニックスのソースコードに基づく機能を IBM が同社の開発するリナックス関連製品に不正に組み込んだとして、IBM を提訴した。 IBM はこれに対して SCO グループを反訴した。同様に SCO グループは IBM 以外のノベルやレッドハットの Linux ディストリビューションベンダーも訴えた。2006年2月27日、デビアンプロジェクトのバグトラッキングシステムにオープンソースライセンスで反布されている Firefox の商標の扱い及びメンテナンス方法に関する指摘が挙げられ、 ライセンスの制約に沿っていないため、Firefox の商標を用いて再反復すべきではないという報告された。デビアンは Firefox のソースコードを修正したソフトウェアを Firefox ではなく、i c e w e ーゼ e の名称で反復することに決定した。2006年 GNU プロジェクトは t i ボ o が開発する LinuxOS に用いたハードディスクレコーダーが GPLV2 に違反して利用者の自由を妨げていることを指摘し、ティボカという単語を作り批判、論争した。GNU プロジェクトは GPLV3 でティボカを認めない制約をライセンス条文に組み込んだ。2008年、オープンソースライセンスは重要な法的、マイルストーンを通過した。アメリカ合衆国連邦裁判所が、 オープンソースライセンスは著作権のある成果物の使用において明確に法的拘束力の条件を設定すると判決を出し、それゆえに著作権法の下で強制力を持つことが明示された。オープンソースソフトウェアのソフトウェアライセンスの法的拘束力の有無はそれ以前には明確には判断されておらず、この訴訟でも下級裁判所の判決はアーティスティックライセンスは 法的拘束力を持たず、ライセンス条項を無視することは著作権侵害ではないと判決を出していた。2018年2月現在、広く使われている、もしくは著名なコミュニティが採用している、オープンソースライセンスの一覧を以下に示す。クリエイティブコモンズライセンスは、作品の利用許諾を与える非常に汎用的な、ライセンスであるが、 ソフトウェアに用いるライセンスとしては適していない。クリエイティブコモンズは、オープンソースソフトウェアのライセンスは、クリエイティブコモンズライセンスではなく、オープンソースイニシアティブもしくはフリーソフトウェア財団の提示するライセンスの利用を推奨している。クリエイティブコモンズライセンスは、作品の著作権に主観に作られており、ソフトウェアとソースコードの2つの作品の関係、及び、 作品の動作についてはライセンスで言及されていない。クリエイティブコモンズライセンスをオープンソースライセンスとして用いようとした場合、基本的な制約である無保証条文がないため、他のライセンスの併用もしくは同ライセンスの変更を共にして用いなければならない。シェアードソースライセンスはソフトウェアのソースコードを開示し、利用者にソースコード及びソフトウェアの動作の参照。 およびデバッグのための利用を認めることを目的としたライセンスである。利用者にソースコードの利用を認めている点ではオープンソースライセンスと同様であるが利用目的に制限的であり必ずしもオープンソースソフトウェアに用いることができるライセンスではない。シェアードソースライセンスはマイクロソフト、ソニーインタラクティブエンターテインメントなどがソフトウェアの公開に使用している。 マイクロソフトのシェアードソースライセンスはいくつかの種類があり、制約の緩やかなライセンスはオープンソースイニシアティブ公認のオープンソースライセンスであるが、制約の厳しいライセンスは同社との提携契約の上でソースコードの参照のみが許されるライセンスである。ソニーコンピューターエンターテイメントオブアメリカは2005年にプレイステーションのソフトウェアのためにセアシェアードソース。 ライセンスを設けていた。クローズドソースライセンスはオープンのタイ語としてのクローズを用いてオープンソースライセンスのタイ語としてプロプライエタリソフトウェアのライセンスの総称として使われることがある。ただオープンソースソフトウェアとクローズドソースソフトウェアがソフトウェアを完全に二分するわけではないのでオープンソースライセンスではないソフトウェアライセンスが クローズドソースライセンスというわけではない。ソースコードの公開、利用を優勝とするクローズドライセンスのソフトウェアはオープンソースソフトウェアではなくプロプライエタリソフトウェアと呼ばれる。ありがとうございます。